そんなことよりそれよりもっと大事なことがあったの。きっと大切なのはこう思うじゃん。そう、何より誰か担任じゃん。人とより伝えたいこと、気持ち温めた。ありがとう。次はメイ。はい、皆さんよかったら一緒にどんどんメイってやってください。
いきますよ、せーの、神宿めいり、めいり、めいり、はい、みんなのドキドキにシュートします。めいりこと橋間めいです。めいりって呼んでください。せーの、めいり。はい、ありがとうございます。最後はミキ。はい、ミキ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 君に夢中、あなたも私夢中になれ。みんなこと橋間めいです。みんなって呼んでください。せーの、というわけで始まりました、神宿お披露目イベント、神が宿る場所、かほよしまよしゅーぱちこーにお越しくださってありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、ね、あ、そういうタイトルです、はい、今日は。そうそう、はい、かほよしまよしゅーぱちこ、はい、はい、お披露目イベントということですね、はい、私たち4月29日に豊洲ビートでワンマンライブをやりまして、はい、その時にですね、1月に勇退した緑担当のナッピーの緑を継承するオーディションですね、オーディションでね、オーディションですね、はい、オーディションを4月29日最終の日にこう決定するっていうね、受け継ぐ方ね、はい、はい、こうなんだよ、うん、語彙力大丈夫、語彙力がないねちょっと難しい、いつもこんな感じなんではい、いつもこんなんですけど、4月29日に、はい、緑を継承した新メンバーがこの塩見キラちゃんなんですよ。よろしくお願いします。塩見、塩見、塩見さん、塩見いじるじゃん、めっちゃ早速いじるじゃん、いじり倒すよ、ね、1500人ほどのね、応募の中からね、もう一人、たった一人が選ばれた塩見キラちゃんで、はい、今日はね、お披露目イベントということで ね、 そうなんですよね、4月29日のワンマン終わってから今日が初めてね、イベントするんですよ。ちゃんとこうやってね、そうだね、ライブができて、はい、神宿ライブちゃんとするのはね、今日が初めてなので、まあ、第2章の第一歩の日と言いますか、おーおーだよね、本当にでもこうやって今日はね、はい、池袋サンシャインシティ、たくさんの人がね、見てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな顔一切見せずにこうね、会いに来てくれるって本当優しいなって思う。そういうさ、現実的なこと言うのやめない。あ、まだそっか、これからゴールデンウィークでしょ、うんうん、そうだよ。でも今日たまたま買い物来ててね、こうやって足止めて立ち止まってくださってる方もいますから、 ありがとうございます。はい、初めて見る顔がたくさんでございます。だねだねまだライブ続きますからね。まだライブ続きますよ、はい。おということでね、今日は本当第2章の第一歩のね、このライブを皆さんよかったら最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲聴いてください。Thank you.
毎度はさ目が閉じとしたら立ちたら幸せな人を手伸ばしやってるばかりでやんなっちゃうな飲み行きついでに止めつらお匂いでそっと聞いたらあ、しょうがないかってそう思ったのかそして過去放棄してんじゃな深くなんて言い訳みたいなことだ出たって大したもんでじゃないさ狭い暗い部屋でじっとしててもお願いは来ないから勇気出して一歩出してこうやっぱり出発行こう旅日の旅日の祝福には先へ来れば響きは集まっていたら手を見せて君の人を見たから君が手がけそそもそりよガチ？あれ？動画撮影のみね。あ、そうだ、それだ。そう、写真じゃなくて
動画撮影で写真だとね、半目になっちゃうから、ね、そうなんだよね、なかなかブサイクになっちゃうから、ね、そう本当に難しいんだよね。今日ね、このサンシャインシティのね、あの神宿ミニライブに行ってきたよっていうためにね、皆さん動画撮ってくださいね。そうそう、もう自慢しちゃってほしい、本当。俺、私、神宿ライブ行ってきたんだぜ、動画撮っちゃったので。今日どうしてんの、ミニャ。え、わかんない。ミニャ、前髪切って絶好調だね。もう、おんまゆになっちゃった。かわいい、おんまゆになっちゃったんだね。いや、多分みんなに久々に会えてテンションマックス。そうだね、うん、みんなの反応が微妙だけど大丈夫。はい、それでは皆さん、スマホの準備はできましたか。はーい、上の階の人もちゃんと持ってますね。 OK です。それではラストの曲、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。お控えなすって。バイバイ、幕開けにページ、ギリシャのパパ風。
私たち神アナは9月29日幕張メッセでワンマンライブ決定しました。重大発表はこれです。もうずっとねみんなの前で発表するのをねドキドキ楽しみにしてて、幕張メッセっていうねこのなんていう名前を出すっていうのは、はい、なんだろう、私たちにとってすごく大きなことと言いますか、人皆さんも驚かれてる方多いんじゃないかなって思います。でも私たちはトヨスフィットの次にねステップアップして幕張メッセに立ちます。そしてその幕張メッセも9月29日ということで、あんま時間がないです。そうなんだよね、この短い期間開催決定をね発表するっていうのは本当にね勇気がいることなんですけど、私たちはもう今日は覚悟を持ってこのステージに立ってるので、そして皆さんの前で発表してますので、9月29日幕張メッセでワンマンライブやりますので、俺は行かねえとか、あちょっと仕事かな学校かな、もう絶対嫌だ絶対何がなっても来てくれ。ゆくゆくさ今からなら開けれるから、みんな。そうだね、9月の予定なんて開けちゃおう皆さん今日初めて見た方もね、いや初めて見たからなではなく、初めて見たからこそ何かの縁だと思って、神宿っていうグループがいるんだな、そして9月29日で幕張メッセでやるんだっていうのをね知ってくれてれば嬉しいし、なんなら全然遊びに来ちゃってもいいです。そうだよ、女の子も全然ね来れるあのライブなので本当に皆さん、はい、たくさんの人に私たちの勇姿を見てもらいたいなと思います。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そうだ、今日お披露目イベントなのにさ、はい、しおりさ、はい、全然喋ってないよ。ちょっと緊張しちゃってちょっとね、ステージに最近立ったばっかりなので緊張してると思うんですけど、ね、じゃあちょっと幕張メッセに向けてちょっと意気込み言ってみますか。おー、あー、幕張メッセもちろん立ったことないですし、いや、そうだね、そうだね、そこに立てるっていうのが、まあ、今いる4人のメンバーと私の前にいらっしゃった奈穂さんのおかげだと思っているので、感謝して一生懸命頑張りたいと思います。ぜひ来てください。お願いします。いいと思う、素晴らしいと思う。まあ、まだちょっと猫かぶってるかなって感じ。今後ね、これからね、はい、だんだん化けの皮が言えてない。化けの皮って言うんだよ、それは滑舌だよ今日は最後の最後でね、こんなところで、はい、というわけで皆さん、キャーミナーさん、やばい、ちょっと日本語おかしくなってきた。大丈夫、落ち着いて仕切り直します。はい、分かった、ちょっと待ってね。はい、今日は皆さん来てくださって本当にありがとうございました。これからね、今日は第一歩ということで第2章のどんどん歩いていきますので、いろんな神宿をぜひ皆さん生の目で肉眼でしっかり見てください。これからも応援よろしくお願いします。以上、私たち原宿発、せーの神宿でした。